ここはでも北の方に向かってるっぽい。うわあ、うわ、やばいやばいやばい。お、この下があるぞ。あー、終わったかもしれん。うわー、気をつけろよ。これフィロックスの親父がプラムなんだ。の話じゃ、一回総括にまとめようか。これ全部全部見直して。うわー、すごい、え、すごい潮流が生きている。俺、熱に強い宇宙服でよかった。どこやねん。アウターワイルズです。前回は、心残りだったところを解決する回だったと思うんですが、それによって高校記録がどのように更新されたかを確認していませんでしたので、まずはそれを確認した上で、まあ今のところは脆い空洞に向かって、南部観測場みたいなところがあるっていう話だったんで、そこで巨人の大会の深部に行くためのヒントを得ようかななんて思っているところですが、の前の子供たちはよくここでゲームして遊んでいた。一人がアンコウとなり目隠しをする。残りの子供たちは一方の壁を背にして一列に並ぶ。背にするのも大事っぽいな、これな。アンコウの合図で小魚は反対側の壁までこっそり移動しなければならない。アンコウの合図で。目隠しのルールは本物のアンコウの目が見えないことから追加された。大人のの前は子供たちがゲームのルールに研究結果を取り入れたのを見て喜んでいた。なるほどな。子供たちのおかげで今俺がヒントを得ている。ありがとう子供たち。うん。ライバックのキャンプ地のすぐ北に巨大なノマイの都市、空中都市があるって話してたね。あとは追加された情報はこれぐらいか。あ、宇宙船があるね。漂流した宇宙船から入ってみるのもいいかも。ノマイたちのそのあれなわけじゃん。ノマイたちの歴史がここから始まってるわけじゃん。ここに墜落したとこから始まってるわけだから、ここから始めてみるというのはいいかもしれん。着陸モード。ほわほわほわ落としてますけどな。これは、ビーコンの音かな？この。ピロン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 言うてます。よし、じゃあ登ってみようか。形は同じだね。避難艇がこれか？前はここら辺にメッセージのやつ置いてあったから、ちゃんとよく見て、何ですかね、これ。カプセルがあるけど、これがノマイの寝床だったりしたのかな？わかんないけどね。ちょっと落ちちゃった。ちょっと待って、重力が。そんな重力はないみたいだな、脆い空洞は。はい、確認。フライトログ開始。ダッシュポット1。船の損傷甚大。緊急シーケンス起動。船からの発信を待機中。ダッシュポット1321発信中。警告、もうすぐ衝突します。衝撃に備えてください。外部環境スキャン中。スキャン完了。軽微な構造的損傷を確認。呼吸可能な空気を探知。適度な太陽エネルギーを確認。結論、生存可能。あ、大気があるんだな。じゃあ空気 O2 減る。これほい、ボゴーン。あ、これがね、ボゴーンって言ってなかったのか。あれなんで脱出、え、脱出装置さ、もう一つの、双子星の方では、あれ外れてたのにね、脱出の隔壁が。やっぱああいう風に、飛ぶ感じなんだね。ちょ、やばいやばいやばい。どんどん崩壊していく。そういうテーマの星か？プラム、気をつけろ。ブラックホールがその下で眠っている。吸い込まれるな。本当だ。とは言うものの、どこに行けばいいのやら。あ、電気をつけよう。あ、こっちかな。よいしょ。ここも崩れてきそうだな。踏んだら。ちくわブロックかもしれん。気をつけよう。照明がありますね。とりあえず足場通りに行くでいいでしょう。ゲーム作った人も探索しやすいようにしてくれてるでしょう。プラム、突起事故。ここからあまり遠くに離れてはいけない。ここはやや不安定ではあるものが、これまで見つけたところと比べれば安全だ。ふむ。おー、すごい。明かりというか、重力の、重力変換するやつがある。プラム、一時的な拠点はできたが、隕石の衝突によって発生する落石や塵に気をつけろ。大昔から崩れ始めてるのかな、これ。あ、うわ、びっくりした。
あのこのマーク、木の炉端の観測所でもあったけど、これ何なんやろ。太陽のマークみたいな。タッチ。この知識は失うには惜しすぎる。船に乗っている間に遭遇した信号のことを思い出させるものが全てここにある。遭遇した？なんでそもそも遭難しちゃったんだろう。信号は宇宙そのものより古かった。これが一番重要な点だ。すごい話になってきた。フラム、これまでああいうものに存在したノマイの部族はいなかった。この宇宙に存在していながら宇宙そのものより古いなんてことがあり得るのか。サッチ、あの目からどれほど深く貴重な知識が得られるか想像してみて。何としてもこの宇宙の目を見つけなくては。宇宙の目なのかこれは。信号は目のように見えた。丸くて中心には瞳に似た、よく似た円があって、ああ、信号は何かを探してたんだと思う。円がある信号。目は邪悪なものかもしれないっていう子供の示唆があったけど、その子が正しい気もするんだよな。なんか子供の直感を信じてみたいっていう、そういうね、気持ちなだけだけど。ぐるぐる回りながら、ちょっと皆さん酔うかもしれませんが、お、この下があるぞ。あー、終わったかもしれん。なあ、気をつけろよ。ちょっと下に行きすぎちゃったかも。とりあえず酸素をいただいて、感謝、酸素に感謝。ここは、おお、なんだ、なんかあります。サッチ、全く理解できない。どうして船はあんなところに墜落したの。宇宙の目から、フィリックス、宇宙の目から発信された不思議な信号を追ってワープした。でも到着先は間違っていた。目指したところとは別の場所だった。ああ、それなら船の問題ではなく目的地に問題があったのかも。ダッシュポット3に乗った仲間のことが心配ね。2は、燃え盛る双子星に、双子星に落ちてた。これが1の人たちね。プラム、船に何か不調でもあったのか。うん、アノナと私がワープ前に点検したけれど、ワープコアと航行システムは正常だったわ。じゃあ宇宙の目が悪いことをして企んでた可能性あんのかな。これは何ですか。宇宙の目から、これが宇宙船なのかな、の前に。これなんだこれ。ああ。一つは闇の茨の中に囚われてしまったってことかな、これは。これは双子星でしょ。で、これが今いる、脆い空洞でしょ。茨の中に捕らえられてしまったのかもしれない。宇宙船本体が。ちょっと別に偵察デッキはいらないのですけど。いろいろ大変な事実が浮かび上がってきますね。何なのでしょうか。なんかここは登りがいがありそうだな。何でしょうか。お、なんかあるぞ。都市が広がる。これが空中都市なのかな。フラム、君の不在が胸に鋭く突き刺さる。こんな痛みを知らずに済むならどんな犠牲を払ってもいい。それでも出会わなければよかったとは思わない。その方がさらに辛い。ラブ、ラブか。フラム、キーク、どうやら、どうか無事でいてくれ。今どこにいようと。フラムさんとキークさんは恋人同士だったのかもしれない。悲しみ、悲しみあります。ここからはいけなそうだな。一旦上に戻るか。いけるかな。これならいける。上から探索していきたいんだよな、順番に。ここ見てないかな？おい。交差。他の脱出ポットの遭難信号をキャッチした。これで希望が持てる。フォーリー、まだここにいるの？あなたなしでここでどうやって生きていけばいいのかわからない。みんな違う脱出ポットに分かれちゃったんだな。交差とフォーリーも。恋人同士か。交差、あなたなしでどうやって自分が自分らしくいられるのかわからない。感情が見えるね。みんなよく日記に書いているようです。かなり探索はしたので、一旦戻って、見るか？この無重力地帯を、ちょっと進んでみたい気分あり。あ、ここ見てないです。拠点の安定性に不安があるならもっと長期的に利用できるシェルターを新たに建設すべきだが、どこがいいだろう。プラムさんがなんか指揮官っぽいな。かなり書いてる。サッチ、脱出ポットがあまり離れない方がいいわ。入ってくるメッセージをフィリックスが確認できるように。メッセージに応答できなければ救いも来ないから。誰かが助けに来てくれるとは思えないな。サッチ、
自力で生き延びることを考えないと。フィリックスが確認できるよ。フィリックスが確認してるよ。そうだな、プラム。俺たちは目の信号に呼ばれてここにたどり着いた。単に生き延びるだけじゃなく発展していかなければ、見つかるものも見つからないだろう。サッチ、その通りだ、プラム。議論の余地はない。北の氷河に移動した方が安全ならそうすべきよ。プラム、北の氷河に移るべきだと思う。サッチ、また近くの下に作れば、火山月の噴火から身を守れる。火山月？あ、あの月から噴火された隕石が落ちてきてるんだ、この星に。なんという関係。フィリックス、重力水晶を使って安定した道を作ったらどうかしら。今、重力水晶ありますよ。ここから行けばいいのかな。安定してますね、これは。わはは。ここで間違ってジャンプしたら死亡です。終わりです。何も足場ないです、上に。あ、なんか家もいっぱいあるな。ちょっと外れた道通ったら危なそうだから。ゆっくり行こう。ゆっくり歩いて行こう。ここはでも北の方に向かってるっぽい。うわ、あ、うわ、やばいやばいやばい。あー、地表にぶつかった隕石のせいで崩れていってるんだ。やべえ。下が地表だもんね。俺は、こう、裏側、地表の裏側を歩いてるっていう形だから、下から突き上げるように隕石が落ちてきてるんだ、今。やっぱりここ離れちゃったらもう落ちるしかないよ、これ多分。どうすんの？え、ないんだけど、どこにも。ここ離れたら落ちるしかなくない？やばくない？ここ。これ以上先に行けなくない？行け。あ、ギリギリ行ける。出力水晶もうちょっとたくさん置いてくださいよ。お願いしますって。安定した道作るっていう話だったでしょ。大丈夫ですか？ここ。行けます？行けまーす。行けましてる？これ。あー、重力水晶。頼む。重力水晶に。はい、危ねえ。え、どっちから来たの？俺。あれ？新たな道？ここ。こっちでいいのか。こんなの見た覚えがないし。ここ降りれそう。ここ新しいとこですか？結構移動してきたもんな。さっきの場所と同じとは思えない。よっしゃ。やばい、酸素がなくなってきている。考えても見なかった。やばい。植物があったら植物を探さないと。ピンチ。ピンチ。あ、植物。これ植物じゃないの？ダメだ。幽霊物質が怖い。それより酸素がないのがやばい。緑がついてないと。枯れた植物じゃ意味がないんだ。おー、死ぬね、これ、多分。うっ、くっ、くっていっちゃう。もうこのままじゃ。緑、緑、緑、緑。来たー！ギリギリです、サブねー。よくできとるわ、このゲーム。これで幽霊物質がめっちゃいっぱいあって。怖いです。この都市は一応安定してるのかな？これ北の方って言ってるから、これ北極近くなんだな。俺南部観測所に行きたかったんだけど、本当は。うまくいかないものです。お、あるね。これも取っていこう。不便なスクロールやで、ほんまこれ。待って。子供の字だ。祝祭についてラミ。全宇宙にいるノマイは、ノマイ族は、得得した科学と芸術を共有するために一箇所に集まることがあります。それが祝祭です。子供ってわけじゃないのか。祝祭では一つの大発見によってノマイ族すべての科学水準が引き上げられることもあります。例えば、アノナのワープコア技術によって、誰もが長い距離をワープして遠くまで探検できるようになりました。ああ。アノナ。ラミ、どの部族にも最も興味深い成果を祝祭で発表するための祝祭施設がいます。私たちの施設はサッチでした。ああ。ラミ、私たちはここから出られないため、祝祭には行けません。でもフィリックスによれば、昔は私たちも行っていたそうです。ああ。こっちは。ラミ、祝祭の開催期間は非常に長くなることもあります。今回が長いってことなのか？祝祭は10年ごとに開催されているから、覚えておくように。何の話だ？さっぱりだ。祝祭？今回はなんか祝祭に関係あるのか？でも、ちょっと一旦思ったことなんだけどさ、その、数千年前に、ノマイっていう種族は、
この星系に存在していたのに、一切我々ハーシアンに関する記述がないんだよね。数千年でこんなに進化できるものかな、ハーシアンが。なんか知識を持った生命体がいるっていうことはさ、もう数千年には確立してたと思うのに、ノマイによって認識されてない可能性がある。今まで記述が出てないから。どういうことなんだろう、これに関しては。ソラナム、この宇宙の形成。ソラナム、この宇宙がどのようにして作られたかは誰も知らないが、かつては非常に高温でぎゅうぎゅう詰めだったことは確かだ。ソラナム、できたばかりの宇宙が拡張するにつれ温度は下がっていった。宇宙が十分冷えてきたことで粒子が生まれるようになり、銀河や星々、惑星といったものになった。ソラナム、それから宇宙は拡張を続けてきた。どんどん加速しながらそのことをずっと考えていると頭が痛くなってくる。宇宙はどんどん冷たく大きくなり、いずれは星々とその中にいる生命体は全て死に絶えるだろう。あ、熱力学第二法則的な話です。はい。ソラナム、自分たちが生きている間にそんなことは起こらないとコノイは言うが、考えるだけでも恐ろしい。でもいずれ他の誰かが生きている時に起こるのは間違いない。まあ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 、めちゃめちゃ未来の話だから、そんなにあれすることかな。怯えることかな。とりあえず、ここは通れなそうだね。下行ってみるか。おっと、スクロール発見。あら。これを。あ、上に向かう。こっから、上に向かうようにして、上まで行ければ、スクロールを入れるところが、さっきあったんだけど、どこだったかな。新たな情報を手に入れていこう。ちゃんと読み取り装置の前に置いといてくださいよ、スクロールは。はい、ガチャ。破損しちゃったのかもしれないけど。イレックス。なぜ新しい船を建造すべきなのか？イレックス。ノマイ族はそれぞれ部族の船で宇宙を探索する。船は各部族の心臓だ。各部族？イレックス。ノマイが一箇所にこれほど長く留まるのは珍しい。ノマイは放浪者であり、永住の地を持たない。あ、そうなんだ。新しい船を作れば元の冒険的な生活に戻れるはずだ。どれほど多くの見知らぬ場所に行けるか想像してみるといい。うちの部族はこの星系に留まったりしないだろう。他のノマイに出会っていろんなことを教えてもらえるかもしれない。昔はそうだったってコレウスが言っていた。ああ。イレックス。ま、全部同じ人が喋ってる。他のものを建てるのをやめたり、他の建築物、灰の双子製の塔とかを壊したりすれば部品を手に入れるのも難しくないだろう。壊す？ああ。イレックス、フレっていうのは普通は大きいものだけど、とりあえず小さめの船で我慢しなくちゃならないかもしれない。でももっと資源の豊富な星にたどり着けば、後から大きく改造できるはずだ。宇宙の目を探すためにいろいろ立てているけれど、それをやめてもいいだろう。野郎に聞いたら、灰の双子政府プロジェクトに資源をたくさん使ってるって言っていた。船に設置されているような長距離をジャンプするためのワープコアも手に入るかもしれない。別のプロジェクト用にすごく先進的なワープコアを作るつもりだってポークが教えてくれた。ポークならそれを航行用として船に接続できるはずだ。ポークは頭がいいから。なんか新しい情報だけど、関連性がわからないね。とにかくこの人は、イレックスさんは船を作りたいと思っている。記号があります。軌道探査船の、あれに似てるな。これコントロールパネルみたいなやつね。コントロールなんだ。違う。学校地区、雪解け水地区、目の祭壇地区、ブラックホールの火事場地区。あれがブラックホールの、この形見たことあるけど、ワープの出口じゃないのこれ。地区の名前がある。ああ、学校地区。はい、ここは学校ですか。これは水のなんちゃら、なんかわかんないけど、とりあえず上に上がってみよう。これなんだっけ？雪解け水地区。どんどん崩れてってるな。そろそろ一周しちゃいそう。ブラックホール火事場の制御装置。ブラックホール火事場とは？ブラックホールの火事場の制御装置。航行気力を更新した。あ、動いてるあれ。おお、なんか来た。ブラックホール火事場の制御装置。上に行ったぞ。なっと。
そろそろ青い爆発が起きちゃいそうなんだよな。あの爆発をなんて表現すればいいのか、今のところ私は言葉を持っていないのだが、こっちも行けそうだな。雪解け水、火を探知。おお、雪解け水がなんか流れてるっぽいぞ。アインの双子星プロジェクトには強力で非常に先進的なワープコアが必要だ。そんなコアをどうやって手に入れるんだ。ああ、え、これ誰が話してる。著者がわからん。ロールありました。こっちに入れる。入れる場所は関係ないよな、多分。解決策に、船のワープコアに触発された先進的なワープコアは新しく潰れるかもしれない。船のワープコアとそのケースを諦めれば貴重な知識を失うことになる。3つ、スパイア。あ、スパイアさん聞いたことあるな。確かにそうだ。だがその知識を回収する望みはほとんどない。自分たちで学び直した方がいいと思う。スパイアさんは南観測所に行って巨人の大会のこの解決策というか潮流の下に潜るための知識を教えてくれそうな人だったんだっけ。観測所の人だった気がする。オエノ、最大の問題はそんな強力なコアの設計図が手元にないことだと思う。船のコアの製作者たちももういない。あ、そうなんだ、失われた知識なんだ。クラリ、確かに。でもポークは船の設計をしたアノナの弟子だし、ブラックホールの火事場は単純なコアの製作には慣れてる。ポーク、それなら私も役に立てそう。船のワープコアは私が生まれる前に作られたけど、アノナはこれまでに設計したものについていろいろ教えてくれた。ポークが頭いいんだ、めっちゃ。イダエア、これが部族にとって一番安全な道だ。アベンズ、安全な道が最善な道なのか。私たちの目的は危険を犯してでも達成する価値がある。ああ。キャッサバ、久しぶりだな、キャッサバ。そうかな、長い間探し求めてきたが今では見つけるのは可能かもしれないと思うようになった。そう思ってるのは私だけじゃない。もし目の捜索が無駄だとすれば最も危険が少ない道を選ぶべきだろう。ああ、どっちが正しいとはわからないな。フォーク、強力なワープコアを作ってみたい。より確実なのはブラックホールの火事場チームと私で基本設計をなんとか再現することだと思う。ああ、頑張ってるね。すごいみんな頑張ってるけど関係性が未だにちゃんと把握できてないんだよな、こいつらの。人が多すぎる。の前の登場人物が。あった。スクロール。ちょっと上まで確認してからにしよう。お、なんかあるで。フォーク、アドナのワープコアを彼抜きで作り直そうとするなんて不思議な気持ちがする。もう彼のとても若い弟子ではないということにも、ブラックホールの火事場の責任者が彼ではなく私だということにもまだ違和感がある。頑張れ、フォーク。仮説。この違和感はいつまでも残るだろう。共に過ごした時間は短かったけど、死にまた会いたいと心から思ってる。アノナ死んじゃったのかな、フォーク。あ、それとも別れちゃったのかな、脱出艇の段階で。試す機会を得られるのはゾクゾクするくらい嬉しいけれど、みんなを失望させたくない。私ならうまくやれると思う。でも興奮のあまり自分の力量を正しく見ることができなくなっていたら、一人ごと。日記かね。コアの組み立てに志願したのは間違いだったかも。この星系に生まれた私はアノナのワープコアをこの目で見たことはない。彼が教えてくれたことしか知らない。もし自分の実力が足りなかったら。頑張れ、お前ならできる。フォーク、それでも努力するしかない。アノナだったら努力を尽くしても不足しているなら目標を達成する別の手段を探せばいいと言うかもしれない。クラリーとルートが火事場にいるし、私には部族がある。もう一人じゃない。頑張ってるな、よろしい。頑張りたまえ。あ、まあこれ以上行くと訳分かんなくなるから下落ちよう。よし、はい。解決策1、ワープコアを船から回収できるかもしれない。あ、作るのではなく回収。ラミ、船のワープコアは控えめに言っても壊れている。船が墜落した時現場にいた人たちが船は大破したと言っていたのを思い出して。リスクに見合う成果が得られる保証はないわ。それでも修理は可能かもしれない。損傷の種類や程度を見極める時間はほとんどなかったと祖母が言っていた。このおじさん。キャッサバ、たとえ機能が失われたとしても古いコアは貴重な設計図になりうる。うまくここまで運んでこられれば。そうすると闇の茨に戻ることになる。やっぱり闇の茨に囚われたんだな、本線は。プラム、俺の親父。フィロックスの親父がプラムなんだ。の話じゃ。一回総括にまとめようか、これ。全部見直して。善良なるノマイが何人もそこで命を落としたらしい。ちょっと待って、どこで？闇の茨で？うん。
大カド師匠コレウスと老師匠は昔燃え盛る双子星でアンコウの化石を見つけて詳しく調べたことがある。これもう墜落してからしばらくここに定住した後の話なのかな。昔燃え盛る双子星でアンコウの化石を見つけて詳しく調べたことがある。その知識があればアンコウを避けられるはずだ。これはもう見つけた。光が見えないって話ね。マロラエと私がその化石から得た知識があれば理論上はアンコウを避けられる。だが我々の仮説はまだ生体で試したことはない。アンコウの化石を覚えてるわ。子供の頃はよく化石群の洞窟で遊んでたから。あ、ラミーの大人だ。そっか、ラミーって子供だったもんな、その時。なんか見え始めたけど難しい。時系列と相関図と全部作ろうとすると大変な労力を要しそうだな。君、厳しい。おいおいおい、全部まとめてくれ。この高校記録で全部まとめてくれ。この上いける？よし、来ました。ここはどこでしやろうか。とりあえず上に上がるエレベーターを作るか。ほい。おっと、結構登るぞ、これ。ここまた地区が変わっちゃうんじゃないか？ここは何地区ですか？地区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 。何地区ですかね。お水が流れてます、ここから。お水流れ地区。雪解け水地区じゃないの、ここは。おー、雪解け水。おー、表面まで出ちゃった、もしかして。地表に出ちゃったかもしんねえ。あっそ。地表まで来ちゃいました。あらら。やっちゃった。あそこワープ地点じゃん。でも、これ燃料なくなってきたな、そろそろ。あ、っていうか、この音楽流れ始めたらもうすぐだ。やばい。だいたい、タイムリミットの直前にこの音楽流れるのよ。俺知ってんのよ。ちょっと待ってくれ。もうちょっと待ってくれ。もうちょっと待ってくれ。やばいやばいやばい。まあまあ、表面だから、ここは。あ？この絵は、いつもの絵。クラリー、脆い空洞の仲間たちへ。たった今、ホワイトホールステーション。脆い空洞のブラックホールの反対側からワープしてきたわ。設計通りにうまくいったわ。ワープの再現に成功したの。やっぱワープの出口だもんね、ここ、この、模様のあるところ。ポーク、アノナの最初の設計にどれくらい近づけたかはわからないけれど、私たちが作ったものがきちんと機能してるのは嬉しいわ。私たちならできると思ってた。キャッサバがこれを読んでいますように。まあ、ワープ装置、ワープコアを作れたってことなのかな。ポーク、待って。これが正しいはずないわ、クラリー。こういう反応を見たことがある。これが正確なら因果率に反することになる。どこかに機器エラーがあるはずよ。ホワイトホールステーションに戻るわ。ルートと、ちょっと。もうダメだ、これ。爆発してるもん。ちょっと待って。ちょっと、気候前チェックリストで。テキスト翻訳中の時間、これテキスト翻訳中って、見ててもダメなの？時間を停止させることができない期間なんだ、今、きっと。終わった。もうちょっと見たいんだけどな。ビビビ、キャッサバには言わないで。素晴らしい知らせだ。ワープの塔を見るのが待ち遠しい。最後にブラックホールを通ってジャンプしたのはもっと随分。ワープの塔を見るのが最後にブラックホールを使ってジャンプしたのは、ワープの塔ですね。ジャンプ、随分前のことだけど。ホワイトホールステーション。ちょっともうちょっと見させてくれろ！焦って、理解できないよ。まあ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 。タイムリミットがあるということは、くだらないゲームの要素ではあるからな。タイムリミットがなければないと、結構グダグダしちゃうもんだ。うん。そういう意味では、これは、ゲームを面白くするための一要素だとして納得しよう。また、すぐ脆い空洞には戻ってこれるやろ。編集入れれば、君たちは、何も待つことはないかな。まあ、脆い空洞の探査の途中ではありますが、ちょっと話がブレるのも仕方ないと思いつつ、木の炉端を探索してみましょう。母性をね、完璧に知っておくのも大事。川とかありますね。ポイント以外のところは関係ないかな。大丈夫かな、テクタイトさんは。このさ、
この惑星の特徴とも言えるこの間欠泉気になるんだよな。降りれそう、ここもしかして。降りれそうだよ。ここは何なんやろ。間欠泉産地ではないのか、ここは。あ、の前の資料、採掘場 2B。 採掘してたのか。最初に得るべき知識は実はここにあったのでは。木の炉端をからやっぱ探索すべきだよな。順路としてはここが最適だったかもしれない。の前の死体もありますよ。うわ、大変なことに。なかなか面白そうな施設では。あそこにどうやってジャンプでたどり着ければ。行け。あ、入れなさそう。やばい。あ、終わったかも。あ、でも下につけた。よかった。おー、間欠泉が。よかった、死ななくて。ここ入れなそうだな。ありゃりゃ。じゃあどこ行きゃいいんだ。なんか穴があります。間欠泉熱いですか、これ。おおおお、なんだこれ。水、水に、水があります。よくわかんないけど、あのさ、青いところに突っ込めば。ふわーん強引だな。順路じゃないような気がするけど、まあいっか、いければ。あ、なんか動いてない。大丈夫。俺の影が動いてるだけか。自分の影に怯えてた。ここも木の炉端だからみんな探索してんじゃないのかな。おえの、見たことあるな。灰の双子星プロジェクトに必要な鉱石の量には未だに驚かされる。これは灰の双子星に建設中の残りの塔のための鉱石じゃなかったっけ。完成した塔を見たことがあるけど本当に大きかった。いや、塔に必要な材料は全部灰の双子星で調達されてる。ここで採掘している鉱石は灰の双子星内部の空洞を物理的に密封する防護核の建設に使われるんだ。再稼働。すべての入り口を塞ぐなら滑って転んだりしないようにしていてほしいな。弟子にはダジャレを禁止してなかったんじゃなかったっけ、コレウス。え、何？ダジャレだったの？練習しなきゃ上達はしないだろ。再稼働がコレウスの弟子なのか。コレウス、木の炉端の鉱石は防護核の建設だけに使うっていう部族の決定にほっとしたよ。この惑星の生命が最終的に高度な地金を用いる段階まで進化するとしても、あ、やっぱりハーティアンは認知されてるんだ。彼らの想像力を損なうことはなかったって断言できるからね。あー、使いすぎるとこのハーシアンの進化を妨げるかもしれないから、あんまり使わないでいてあげようっていう別種族の思いやりみたいな。の前はみんな優しいな。そういうことだったのかもしれない。ちょっと俺の拡大解釈の可能性もありますけどね。おっと、ファインド双子星プロジェクションシーン、これいいんだけど。ああ、ファインド双子星の内部ね。やっぱり3つだな。これ見たからなんだっていう感じではある。まだ灰の双子星の内部には行ってないからね。結構やっぱり灰の双子星プロジェクトがね、双子星プロジェクトが核を握ってると思うから、もう早さっさと行って調べた方がいいかもしれないけどね。やろう、荷物が届いてありがとう。おえの、灰の双子星プロジェクトに必要な鉱石はこれで最後のはずだ。中心道を密封する防護核が完成したら、物理的な入り口が残っていないことを確認する。ラミーと一緒に中をチェックしてから外側にひびがないか調べるつもりだ。最終安全確認さ。そいつはすごいニュースだ。その最終チェックにもう一組の目を提供しようか。つまり俺の目だ。ここの、仕事が終わったら喜んで手伝うよ。一組、まあ、三つだよな、お前たちの目って。そうしてくれたらありがたい。目は多いほどいいからな。灰の双子星プロジェクトを守る外郭にわずかな隙間でもあれば大惨事につながりかねない。あ、もしかしたらここになんか隙間があったのかもしれん。砂が入り込んじゃったみたいな。それでエラーが起きちゃったみたいな。そういうことも考えうるな。まあ、わか
かんないけど、そんな簡単な失敗しないやろとも思えるけど、とりあえず探すところは探せたような気がするな。ここは我々ハースヤンにとってはあんまり探索してない場所だったのかな。探索済みの場所だった、それとも、おーおーおーおお、なんかそれっぽいマークが、なんでしょうかこれは。ちょっといまいちわからんけど、人工建造物的な、あんまり我々はハースヤンが作ったような感じがしないな。素朴な建物しか今のところないから、ハースヤン。結構な宇宙技術は持っているものな。はい。脱出ポット1。旧居住地。船。壁画。壁画。壁画。脱出ポット3。空中都市。めちゃめちゃ伸びてる。ブラックホールの火事場。北の氷河。野前鉱山。今調べてたのは北の氷河。じゃない。野前鉱山。野前はこの場所で鉱石を採掘し、灰の双子星内部の中心道を物理的に密封するよう設計された防護核を建成した。防護核が完成すると、野前は物理的な開口部にひびがないことを確認した。みんなで確認してるから、さすがにひびはないんじゃないだろうか。ブラックホールの火事場は空中都市の下に吊り下げられている雪解け水地区で火事場を上げ下げするスイッチを見つけた。うん、上げ下げした。ブラックホールの火事場地区は空中都市の中で一番上にある地区だ。ポークという名のノマイが新型の先進的ワープコアをブラックホールの火事場で作ろうとしていた。うんうん。頑張ってた。脆い空洞の北の氷河の下に吊り下げられたノマイの都市。縦に4つの地区に分かれている。雪解け水地区でブラックホールの火事場を上げ下げするスイッチを見つけた。お前は灰の双子星プロジェクトに必要な強力で非先進的なワープコアをどうやって入手するか話し合った。必要なんだね、ワープコアが。発見できる場所に。おごっている。お前は船と呼ばれる宇宙船でこの星系にワープしてきた。宇宙の目からの信号を追跡しようとしていたのだ。船は闇の茨のどこかに墜落した。船のワープコアは闇の茨に墜落した時に壊れた。うんうんうん。壁画。野前から退避する3台の脱出ポットの壁画。野前線を落とし入れる闇の茨の壁画。信号に遭遇した野前線の壁画。脱出ポット3。脱出ポットのうち1台は闇の茨から出れなかった。野前は不時着した脱出ポットの下に一時的な居住地を建設した。お前たちは船に乗っていた時に、遭遇した目の形をした信号を呼び戻すために協力し合った。信号はどういうわけか宇宙そのものよりも古かった。お前はそれを宇宙の目と呼ぶことにした。あれが旧居住地だったのか。一番最初に空中都市だと思ってたのが旧居住地だった。お前は居住地の安定性に関する念が大きくなったため、居住地を放棄した。ほんで空中都市に行ったと。なるほど。この世間に付着した3台の名前も脱出ポットの一つ。船はひどく損傷していた。なるほどなぁ。なるほどなぁ。太陽なき町と空中都市はちょっとやっぱ広いから、まだ全部探索できてない。灰の双子星もあんまり探索してない。ホワイトホールステーションもあんま探索してない。北の氷河。ここもとっさ、探索途中で、終わっちゃったから、まず北の氷河から行けそうだったから行けるかな、行くかな。北極点だったね。脆い空洞の。うん。まあでもその前にもうちょっと、母性を探索しよう。一番最初に得ておくべき情報って、やっぱ重要な情報、もしくは重要じゃない情報だと思うから。じゃあ重要じゃないんだったらいいじゃんって感じだけど。でもやっぱ、この、ゲーム制作者はさ、やっぱ一番最初に手に入れるであろう情報を手に入れた上で楽しんでほしいと思ってそうな気がするから、そういうのは、手順はね、大事にしていきたいよね。ちょっとめたいけど。そんなこと言うのは。ここ来たっけ？煙が上がってないよ。ここは初めて来るとこだな。あら！あれがあるじゃん。あー、ちょ。通信、ごめんなさい。量子的な石があるじゃん。未確認信号。
よしいし、どこですか。よしいし。34メートルあった。漁師ウラギ発見。航行記録。更新しました。あ、消えちゃう。あ、木も消えちゃう。やっぱ周りにある物体が消えちゃうんだなぁ、いろいろ。あ、なんかあります。静寂の影。常に闇に包まれて。古き樹皮を越え。遥か昔の森の空き地で。あ？遥か森かしの森の空き地で、古き樹皮を越え、常に闇に包まれて、静寂の影。っていう歌。おお、なくなっちゃった。ここは何だっていうの？この空間は。自然に包まれてていいね、木の炉端は。ここは関係なさそうか。いやー、何もないとこなんてないのさ。ほら、やっぱなんかありそう。おっとっと。なかなかの巨木ですが。何の施設やろ。まあ、この感じからしてノマイが作ったものではない。我々はハーセアンが作った足場な気がするか。はい。チャートの調査メモ。チャートの私物。このクレーターの木立の中のどこかから奇妙な信号が出ているのを探知した。漁師の月が発している信号に非常によく似ている。二つの信号は多分関連があるとするのは理にかなっている。漁師の月にはこれまで誰も着陸できていないため分かっていることはあまりない。だが木立から出ている信号を調べることで何か分かってくるかもしれない。うん。さっきやったけど。ここ南極点近くか。やっぱ北極と南極は、星系が、こう、真横に、平面上にある関係上、観測しやすいんだな、いろんなものを。これからは何も観測できへん。不明？ 800 メートル？何があんの？あ、漁師の月。漁師の月だ。今我々の木立の木の炉端の近くに漁師の月が来ています。でもこれを離してしまうともう見えない。やっぱりすぐなくなってしまう。まあとりあえずここで手に入れる情報はそんなもんか。よし、何か更新されたかな？漁師の木立。はい。ああ、やっぱここにあると。この木立には奇妙な石のかけらがあり見ていないと移動する。石は漁師ゆらぎの周波数で信号を発している。木立の中の一本の木に記された詩を見つけた。メモってないということは別にいいのだろうか。砂時計の双子星にも見つけてないね。よし。もうちょっと、木の炉端を探索するぜ。間欠泉産地をもうちょっと見てみるか。何もここで発見してないんだよな、間欠泉産地。この中に行ったらさ、なんかいいものが入ってたりしない？間欠泉産地の中にはみたいな。熱すぎてやべえかもしんないけど。熱くて死ぬかもしんないけど。間欠泉産地に降り立ってみよう。あ、転がっていく。さすがに暑すぎて死にそうだけど。間欠泉産地の中に入ってみる。シュー。絶対死ぬやん、こんなとこ入ったら。うわー、暑。暑くねえのか。うわー！すごい、すごい潮流が。生きている俺。熱に強い宇宙服でよかった。どこやねん。流れていっていいですか？こっちかな。レッツゴー！ウォータースライダー！ヒュー！なんやねん、ここ。お、なんかあるで！ほんま？詳細に調査したところ、採掘場 2A は洞窟内の池に生命体の存在が確認されたので、残念ながら、採掘は別の現場で行うことになる。あ、優しい。
しかしこれは新しい生命体を発見したということだ。ここに生息する種は半水性でとても耐性が強い。生態系はかなり頑強なので長期にわたり生息するだろう。2ウェイに観測に行くなら池の周りでは気をつけること。その昔我々の部族が宇宙を移動してた頃にマロライ先生から聞いた地下生物を思い出すね。先生もきっとこの生物に夢中になるだろうな。サイカード、休憩中に眺めてたんだけど気がついたら何時間も過ぎてたよ。夢中になっちゃうね。第四の目がどういう役割なのか気になるね。お互いに目の数気にしてる。サイカード、見込みがありそうな洞窟が他にもいくつかある。似たような構造と地層を持つ 2B はどうだ。大江野、それは良さそうじゃないか。君と先生で調査するのか。採掘場 2B がここに生息する種に安全と分かればもっとここで仕事をしよう。サイカード、採掘場 2B は安全だ。コレウスが我々の作業によりここに生息する生命体に与える影響を引き続き観察すると言っている。まあ、確かに我々耐性強いよな。こんな絶対熱湯なのにな、ここ。あ、こんな感じだったの数千年前。我々数千年前よりもっと前の話かな、これ。そもそもさ、ノマイがこの惑星でどれくらい居住してたのかってわかんないから。数千年前にノマイが滅びたと言われているけど、その数万年以上前にもしかしたら来ていた可能性もあるからな。そう考えると、我々の種が、あれだった可能性もある。あれだったって何？そうなると我々の種が、あれだった可能性はあるよな。何言ってんのか全然わからん。通じろ。なんか全然水性だから水の中ではかなり耐えることができるし、あ、なんかあるな。あ、缶詰。あれでも我々のアウターワイルドのマークだから誰かがここに来ていた可能性あり。すごい。アウターワイルズのマークがついてるから、我々のメンバーのうちの誰かかもしれない。あ、ちょ、待った。上行かないでちょうだい。戻ってちょうだい。危ない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 。おもろ。あ、でもここはもう来てるな。モータースライダーの。来た場所だ。ここ。マップを見るに。もう来てた。まあ大体軽い情報だったかな。ノマイが優しい種族だったということが分かったくらいで。特に更新もされとらんわ。燃え盛る双子星のノマイは誰も見ていないと。姿を。チャートの調査メモに、ハーシアンは誰もまだ漁師の月に着陸できていないと書いてある。ハーシアン、可愛いからな。ノマイ鉱山。うん、ノマイは鉱山近くの水路で4つの目を持つ半水の生命体を発見。これが我々ハーシアンの先祖なのだろう。まだ見てない情報ある。ほんま、あった。南部観測所。近くのどこかからって言ってたけど、この情報も出てたよね。二通りの道があるって話してた。確か。さて、木の炉端で探してないところは他にもあったっけ？ここが？ここは初めての場所かも。ここ何ですか？もう時間がないよ。ここ何の家？火災損傷により閉鎖中。古い電波塔、重要なランドマークだが、並外れて強力なモデルロケットの無許可の飛行試験のせいで、残念ながら現在は閉鎖中である。電波塔はいずれ修理したいと考えてはいるが、現在、建設資源はすべて観測所の博物館拡張計画に注ぎ込まれている。スレートとミカを除く諸氏に深くお詫び申し上げる。ああ、スレートとミカはエンジニアだな。オンフェルズ。あへん。まあちょっともう終わっちゃいますけど、どこで爆発してんのかちゃんと確認したいな。どこだかわからん。惑星の裏で爆発してる。わっからーん。あ、こんなところにキャンプファイヤーに点火。巻き込まれる。下から来てる。
下から下から、わー